バラバラ品がありました、ね、分かるし多分この終わった感、そうなんか水滴が水滴バラバラにするんだろこの辺だろ、ここやばい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 ここやばいやばいトイレガチャマジでここトイレガチャこれトイレガチャすごいすごい痛いもんすごいすごい出張占い第4弾、今回行くところは里見公園、バラバラ品がありました、ね、知れてるな、噂じゃないです、ガチです、あ、もうガチなんだ、はい、過去に髪の長い女性が刃物で体を切り刻まれ、その〇が川に投げ捨てられたそうです、あ、うわ、この川か、それがこれこちらです、うわ、真横にあります、挟まれてるじゃん、その事件以来、里見公園では心霊現象が多発するようになったと。夜中公園内の公衆電話が鳴ったり、トイレの個室から包丁を飛ぶような音が聞こえてくる。うわうわ。そして里見公園には墓地も建っていますと。ここで写真を撮ると赤いオーブが映ることがあるが、赤いオーブが映った場合はとても危険らしいです。うわ。さらに怖いのがレビュー高いんですよ。ここめっちゃ。伝説の夜泣き石って呼ばれる石があるらしくて、夜泣き石、北条軍に敗れた里見軍、武将の里見浩二ですかね、出方がしまして、父の霊を弔うためにあれば娘がここにやってきて、父が命を落とした戦場を見て恐怖と悲しみに震え泣きじゃくったところっていうのがその石なんです。何が怖いって、この娘戦場を見てショックすぎて泣きじゃくったままその石の目の前、石のとこで亡くなったらしいです。さてそのまま取り付けた、そのままなくなってそうです。だからその怨念みたいなのがその夜泣き石ってのにもうめちゃくちゃついてる、うん、うわうわ、じゃあもうダブルパンチだ、そういうのもあるし、そう、普通にバラバラも起きてるし、前評判ではまあ S から SS 級、すぐあれだから川だからちょっと映したいよ、ここって入り口がそこにあるんですよね、うん、ってことはそっから来て、うん、完全ここに捨ててると思うんですよ僕、じゃあまんまここって多分この辺だよ、そうで、ちょうど階段もある、でもここボーンみたいな、まんまここだ、ガシャーンみたいな感じでしょ、でドドドドボーンみたいな、この辺から浮かび上がってくる可能性あるよ、やばくない、じゃあもう同じところ踏んでる可能性あるじゃん、あるあるある、でそこに車あるから多分だいぶやばいんですよ、車がちょっと怖いかも、うん、大丈夫かこれマジで、結構不気味だよねこの川の感じ、なんか出てきそう人が、うん、ここしかないもん、行きましょう、出るなこれは、これが公園、人目、公園っておかしくないこれ、やばい、人目につかなすぎない、うん、クソ長いんですよ階段が、これ分かるし多分この終わった感、いやなんか緊張感一気に出てます、やばそう、ね、雰囲気やばい、いやここやばいと思うよ、やばいこれは、どっちから行きます、あれもしかしてトイレじゃね、え、もうあった、もうトイレじゃん、トイレじゃん、あれあった、うわトイレ合ってる、うわ展開早いな、え、展開早いって、早速ですけど、じゃあじゃんけんで出た、出ました、じゃんけん、なるほど、2名、最初はグッ、負けてくない、やばいやばい、やばい、最初はグッ、次はい、あざ、なのでまあまあ、ずいまん、ひとりじゃないけど、最初はグッ、ちょっとやっと、あいこでしょ、しゃどんだけ負けんの俺これ、いやまあバカみたいな、意外と俺負けることないから結構新鮮だわ、しょらないと全部いってる気がするうわあ、臭い、いや、あかんやつ、あかんやつ、あかんやつだ、うわもう鏡ある、あしかもなんか上とかもなんかすごい、まあ普通のション電気があって、そのなんか水滴が、水滴、いや水滴なのかこれは、何の音これ、わかんない、何なんか言ってるよね、でもなんかものすごいここよりもさらに上から聞こえる感じであるとして、え、これが包丁なのもしかして、やばく、え、何の音マジで、何の音、意味がわからん、意味わかんない、意味わかんない、時計なんてトイレないでしょ、ない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 、絶対ないでしょ、公衆便所だよ、だって割と包丁なんじゃないか、普通にすっごい聞こえてるよ、本当だ、え、普通に来るやん、ほらほらほら、普通に来るやん、え、裏回ってみる、聞こえた、あ、時計っぽいだ、でもないよ、時計、でもない、気になるもん見つけまして、気になるもん、
3号トイレなんですよ。あ、ペコトイレまだあるんで、2号トイレ、そうで、ちょっとこの公園の道道みたいなのがあるんですよ、はい、なんとそこに、あのどっかのトイレで女の顔映ってます。え、それマジ、ただ何号トイレとかわかりません。え、トイレ鏡に映ったトイレの窓のところ、窓窓なんで、あれここ、いや多分ここじゃここ窓 ないからここじゃない、え、別のところってことか。しかもその時も日中っすよ。日中で俺らの動画だったらもう普通にこう出てくんじゃねえ。本当に昼でしかも結構ガッツリ映ったの。割と笑えないぞそれ。だって心霊スポット行かなくても顔映るぐらいだから。笑えねえ笑えねえ。完全にトイレだね。うわあれは、まあ、トイレか。でも俺大輝の話で俺完全におじけづいたわ。やばいやばいでしょ。何号館なんだこれ。2号トイレって書いてある。マロッコぐらいなんかだっけ。ああいうとこじゃない、なんか違う、なんかね、多分男子弁だと思うんだよね。こっちの弁、こっちで反対側だ。大輝しか分かんない。普通に入ってくる。いや、ここじゃない。じゃない、じゃない。でも価値が取りしないよ確かに、うん、こっちはしないね。あっちはトイレルポートしたけど、うん、トイレじゃない。これトイレ。あれトイレじゃん。トイレが第一だ。うわ第一だ。あれ第一ここじゃない。待って待って、まだある。第一これそこに。ちょっとさ、ちょっとあっち見てきていい？うん、違うな。あ、違う。違うな。さっきと作りに似てる。うん。こう考えると3号トイレおかしいね。うん。うん、作りが変だ。うん。あそこで違うの。こっちもカチカチしないから。そうだね、音がしない。マジで。あそこだけ音がしてたから、3号トイレに関しては。俺その場所行きたくないよ。ほんとそんとだったらやだね。全然違う、全然違う。全然違う。ここじゃない。普通にドアみたいな。うん、あ、青いなんか、これが目印、この青のこれが。オッケーオッケーオッケー。これ見て見て、これ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 。下。死んでるのもった。帽子だけ押して。帽子帽子帽子。あー本当だ。え、こういうのおかしいよね。いや絶対おかしい。おかしすぎ。前 の靴のやつと一緒じゃない。靴なんかお供えするみたいな。あったよね、落ちたやつに。これ疲れかなんかすると1個だけ置いていくみたいな。あーなんか前都市伝できたやつだ。そうそうそう。なんかやばくね。これ何、これやばくね。なんか怖いよ。何あれ、普通に怖いわ。気味悪いんだけど普通に。この調子出てるかな。新しいトイレ発見したっぽいな。4号機かじゃ。多分その辺でしょ。前行った公園と形状が似てるの。そう、間違いない。呪いのビデオの公園。そう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 。しかもだって墓地とかもあるんだろ、ここ、うん、そう、まだ墓地にたどり着いてないってこと。そうそう、俺らはまだ深いところに来てないんだ。うん、待って。いや、また、ね、しかも見て。しかも、さっきと一緒。名前、マリーンズ一緒。いや、一緒ってのがおかしいね、これね。確かに色違うから。はい。ほら、色違いだよ。え、やばい。え、ちょっとしたわ、めちゃくちゃこれ。これやばくね。おかしくない。いや、なんで。え、そんなことある。いや、ちょっとこれ、これでいろいろやばい。俺ら歩いてきたからわかるけどさ、うん、今から向かう側はやばいよね。やばい、絶対やばい。こっちが公園じゃん。うん、まあ、ちょっと公園って感じじゃないよね。違う。なんか俺ら無意識にそこ避けてて歩いたみたいな。そうだ、確かに。わかるんだろう、なんとなく人間の心って。わかんない。あっちは安全みたいな、うん、絶対やばい。言いたくないけど、うん、バラバラにされるならこの辺だろう。いやそっち系。いや見てみよう。やばいっしょ。いやでも本当覚醒、隠すには適してるというかね。なんか、あ、トイレだ。え、こっち？トイレ？え、あった。あった。やばいやばいやばい。大輝が言ってたトイレ。待って、ここあれだあれだあれだ。そうそうそう、待ってみたくない。そう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 、やばいやばいやばい。あれです、あれです。絶対これ。絶対あれですね。あーやばい。一旦離れません。絶対あれだよね。あれだな。なんかやべえとこ見るとえずくようなってきてるね。センサーだね、完全に。本当にやばいところって、うん、もうあれがそれか。これもじゃんけんですか。僕とターボはさっき言ったんでね。そうですね。他の3名は僕がやっぱ言ったんです。僕が先に持ってきてるんです。一人はやばい、一人。じゃじゃじゃ、もう一人、もう一人。あ、もう一人。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、でしょうね。でしょうね。俺も思ったっす。あ、なんか違うな。うん、ちょっと寒いんだけど、ここマジで。しかもなんかここだけやたら汚くない？うん、汚い。ちょっと汚い。あら、結構荒い。荒らされてる感じ。そう、悪いし。ここ？これ？いや、違うんだよ。多分ね、女子面の方だと思う。
あー、1、2、青いやつね、あった青いやつ。わかんない。はい、チーズ。確かにないな。多分ね、女子弁の方だと思うんだよ。向こうが？でもなんか違うって違うか。なんか違うんだよ。鍵がある、鍵がある、鍵がある。何がある？何の鍵？何の鍵？え、何これ？なんか覗いてるみたいな。不自然に開いてる。触んねばいい、触んねばいい。やばい、今変な音してる中で。なんで？資金みたいな。本当に本当にマジマジマジ借金それ噂の音さっきの借金いや本当に本当にマジであ、待ってこれだよさっき俺ら見たん青じゃなくてさ、これじゃないのこれだやばい、うん、これマジやばいじゃあもうここだ確実にうわってことはここだほらここにじゃあここだここだこれ今聞いたの俺間違いじゃないんじゃないどういう角度かわかんないけど今も絶対落としたうん借金ってでかかったいやでかくない、なんか本当に研いでるというかガチの研ぎ音みたいなそう、吸ってるみたいな音なんだよ3号の音とは違ううん、全然違うマジで違う金属聞こえた聞こえた3号の音とは違ううん、全然違うマジで違う君聞こえない聞こえたっすよ今聞こえた借金違う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 悲鳴だよね悲鳴違う違う俺何か分かった何え、待って今ちょっと離れないトイレの中ちょっとトイレの中ちょっとえ、ここやばい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 トイレガチャマジでここトイレガチャトイレガチャすごいすごいトイレガチャトイレガチャトイレガチャ整理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 今女の子にした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 それはそれはしたそれはしたんだけど俺が固まったのはみんなが聞こえた悲鳴っぽいやつが普通にガラケーの着信音着信音着信音みんなが聞いたの悲鳴じゃなくてピロリロリロリって電話え絶対電話電話絶対入ってる俺トイレから男の人の声したいや女だ女だって女だった女だったあ、そうそうそうキルルルってやつだった女か女か女かそうじゃないそうじゃないそうじゃないちょっとやばすぎちょっと待ってもうやばいなんかやばなってきた写真撮っといた方がいいんじゃないちょっと待って待って待ってえすみませんあ、違ううわ終わった待ってどれしかなんだ見えねえぞ見えねえ俺見えないちょっと待っていやいやいや奥の石それそれ全員全員これ一番まずいんじゃないかそれでしょあっあ石今間だよねだから要するに、うん、そうだね石と現場そう、うわ無意識にそこ止まれてないよねやばいさらっと大気づい後ろで音鳴ったあれなんか携帯音みたいなそうそ俺そこそこそこじゃんそこじゃんしかもねしかもね、しかもね、その石しかも嫌なんだけど、しかも聞きたくないのあそこに一個だけ椅子と机があるの椅子と机、うん、何のしかも真ん中にポツンと分からない、うん、なんでしかも気配しなかったえなんか簡単に言えばこっちえっとマジでテンパってきた、テンパってきた石なんじゃん、この石、うん、この上にさ、一個だけ、その上にあった一個だけ石っておかしいじゃんおかしいどう考えてもあれだよ、絶対うん、絶対あるそこじゃないじゃんそこじゃないけど一番怖いのは俺が聞こえてこの石のことを知らないのに着信音ここからしたって言ったのうん、そうだよねまあ、色々と辻褄も合いすぎるので違うこれは違ったんだよ、ね、やつこれかと思ったらそれが山岸だったらそれぐらいは近づかないわけそうだねそこでなくなってるわけだからそうだね落ちてあんま近づかないわけ人組みしてるもんねあれでしょ、多分あれが山岸でしょあー、あの3つポンポンポンってあるやつだよくさ、取る見えそうでしょ水の音しないおかしいだろ必要部分にあるからねしかもだってここで遊ばんぜ女性が捨てられたのが多分この江戸川だとしますそうなってくるとこのトイレが怖くないっていう一番近いトイレですね、川から鏡やばいな。ちょっと待って、本当に。